減りすぎてやばい。別の動画撮ってて、有名したべてなくて、腹減りすぎて。ヒカキン TV Everyday。ハロー YouTube。どうもヒカキンです。腹減った。ほらこれ最近買ったんですけど、これベルトにね、このオレンジのチェーンがついてて、これかっこいいでしょ。腹減った。腹減った。そんな腹減った。今日はですね、タイトルにある通り、実はですね、少し前に食べて、久々に、おーっと、おーっと、めちゃめちゃうまいなって思って、そっからもう、ハマって毎日食べまくっちゃってるやつがあるんですよ。久々に。たまにこうね、うまこれって思うものはあるんですけど、うまって思っても、ずっと毎日食べちゃってる、セブンイレブンの、ものがあるんですよ。そう。それをね、紹介したいなと思って、撮ってます。で、かつ、今思い返してみると、他にもあと2つくらい、うまいのあるなと思って、今日はランキング形式にして、一つ一つ発表して食べていきたいと思います。その名も、わー、ここ最近、ヒカキンが、セブンイレブンでうまいと思ったセブンのオリジナルブランドの商品、ランキングトップ3!です。まあ、最初に言っとくと、1位が超ダントツなんですよ。そう。これがあったから、この動画撮ろうと思ったんですけど、まあ、3位から順に発表していきたいと思います。で、今、超腹減ってるんで、多分、今食べたら、失神しちゃうってぐらい多分、美味しい。そう、そんくらい、本当に美味しいと思ったものしか僕紹介しないんで、それも、商品紹介、ここ最近ね、全然できてなくて、久々にするから、本当にこう、マジで心の底からうまいと思ったもの、3つです。それでは行きましょう。ヒカキンがここ最近、美味しいと思ったセブンイレブンの商品、第3位は、飲むヨーグルトアロエ。これうめえ。これうめえ。しね、なんかね、甘すぎないし、ちょうどいい甘さなんだよね。かつ、みずみずしい大粒のアロエがトロトロって入ってきて、毎朝飲んじゃう。で、このね、シリーズ、この飲むヨーグルトシリーズは、多分ね、プレーンと、イチゴと、ブルーベリーっぽい、確かブルーベリーだったと思うんだけど、ブルーベリーと、みかんもあるんですよね。なんだけど、全部飲んで、ダントツで僕はアロエが好きです。もともとアロエヨーグルト好きなんですけど、イチゴとかよりね、僕はこのアロエ。これがほんと好きなんですよ。飲んでいいですか?飲んでいいですか?腹減りすぎて、はぁはぁ、はぁはぁ言っちゃってもうさっきからほんとに。これほんとうまいんだよ。でね、こちらの値段が118円ですね。はい。まあまあまあ、高くないよね。いただきます。ああ。優しい味だ。うん。あ、そんな大粒じゃないか。そんな大粒じゃないか。ただね、アロエ感はすごいんだよね。そう。大きさを実際に確かめてみるとめちゃめちゃ大きいわけじゃないけど、なんかアロエの存在感をめちゃめちゃ感じてたんで、大粒ってなんか頭にインプットされてたんですよね。うん。そう。アロエがちゃんとブツブツ入ってるんですよね。あー、うまい。僕大きいね、スーパーとかで買うヨーグルトで、砂糖入れないで食べるのは酸っぱくて、砂糖入れちゃうタイプなんですけど、それよりかは全然甘くて、ちょうどいい感じなんだよね。そう。で、アロエヨーグルトね、普通にこう開けて、スプーンで食べるやつ食べてもいいんだけど、それよりさ、楽じゃん。めちゃめちゃ。あー、一瞬で全部飲んじゃうけど、ちょっと、やべ、ヨーグルト口から飛び出た。やべ、すいませんね。ただ映像だ。ちょっとレンズについちゃった。やべ、本当はティッシュでレンズ拭くもんじゃないんだけど、あー。サングラス拭きで恐怖をもう一度よーし、これでレンズきれいにしないとね。はい、ちょっと僕これ初めてやるけど、中身出してみよう。まあんまアロエ見えないかな。よいしょ。見えないね。これやっちゃうんすよ僕やっちゃうんすよ。これどうでしょう。あー、トロトロしてる。あんま分かんないかな、アロエ入ってんのは。あ、危ない危ない危ない、落としそうな人。危ない危ない。あ、ちょっとフォークで取ってみようかね。お、あんまりわかんないな。あーたた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 。
こんな感じ、こんな感じ、全然わかんない。美味しい。でもやっぱね、急いでる朝とかにもチュルルって飲めるんだよね、そう。で、すごくアロエが美味しいんで、アロエヨーグルト好きな方で、飲んだことがない方、これ本当に美味しいんで、ぜひ飲んでみてください。ブーンブーン。ソロでいきましょう。続きまして、わー、ヒカキンが本当に美味しいと思ったセブンイレブンの商品第2位は、金のワッフルコーンミルクバニラ。これですよ、これですよ、これびっくりしたよ。で、こちら見ての通り、これ以外にも確かセブンイレブンってソフトクリーム出してると思うんですけど、これ見ての通りさ、金ピカじゃん。これいいやつなんだよ。そう、というのもこれね、価格が1個、わーお、300円。ということはハーゲンダッツクラスより上か。まあ普通に考えたらさ、安いアイス3つ買えるやんって思うでしょ。それがね、3つ分の幸せがここにはあるんだよね。ってくらいうまい。ね、このアイスもうまいし、ワッフルもね、サクサクしててうまいんだよ、マジで。まあまあまあ食べましょう。で、いつも僕これをお風呂の中で食べるんですよ。これはまああんまりいいことじゃないかもしれないから、ちゃんとお風呂上がりに食べた方がいいと思うんだけど、良い子のみんなは。私ヒカキンはね、熱い風呂に浸かりながら食っちゃうんですよ。そうで、オールフリー好きで、ノンアルコールのビールね。そうで、これをまず食べて口の中甘い状態になった後、オールフリーで苦くしてゴクゴクって上がるのが好きでね。さあ、ボリュームはたっぷりある。うわー、これっすよ、これ。おほー、めちゃめちゃ綺麗な形してるよね、これ。お店ではなかなかここまで綺麗に作れないんじゃないかな。そうで、思うのが、いや、300円ってお店のソフトクリームの価格やんって思うじゃん。どっかほら、たまにこうさ、旅行とか行ったらあるじゃないですか、300円くらいのね、ソフトクリーム。匹敵するんですよ、味が。マジで、下手したらこっちの方がうまいんじゃないかってくらいうまいの。だから払えちゃう。いただきます。あーミルキー。ソフトクリームってさ、まあそんなさ、まずいってこととかってあんまないじゃん。どっか旅行とかで食べても。たださ、案外さ、食べてみて、あ、ちょっとね、あ、惜しいなとか、あ、そっちのこの味じゃねえんだよなって時ありません？で、たまに、うわ、このソフトクリームうめってのあるじゃないですか。うまいってことなんだよ、マジで。正直、ちょっと違うんだよなっていうソフトクリームが何が違うか、正直、あんま言葉で表せないんだけど、そういう、なんか、嫌な要素がないんだよね、本当に。なんつうか、しつこすぎないし、でも、マイルド。まあ、ほんと牛乳っぽいね、味だね。ミルク感が強いですね。もうこれ以上さ、褒めると、いつも言われるんですけど、ヒカキンさん、あんた、セブンイレブンから金もらってるでしょとか言われるんですけど、もらってないからね。そう、もう、褒めたくて褒めるすぎると、そう言われちゃうんですけど、そんくらい褒めたいくらいうまいんです。そう、セブンイレブンってさ、お惣菜とか、あとお弁当とかおにぎりとかも美味しいじゃないですか。そう。でもね、このアイスもうまいんだよね。うまい。それで言うとね、今でも街中でファンの方にたまたま会った時とかに言われるんですけど、もうあれ5、6年前くらいの動画かな。ヒカキンさん、セブンイレブンの豚焼肉弁当の頃から見てます、あの動画大好きで何回も見ちゃうんすよねって今でも言われるんですよね。あの弁当本当うまいんだよね。今同じの売ってないかもしれないけど、そう、そんくらいなんかセブン好きです。まあ単純にこうお弁当とかおでんとか美味しくて好きってのが大きいんですけど、あとね、よくよく考えてみると、僕ちっちゃい時からまあ、新潟の田舎で育ったんですけど、家の一番近いコンビニとか全部セブンイレブンで、セブンイレブンの多い地区で育ったんですよね、僕。それもあるね。うっぷーって言っちゃった。味わいすぎて、なんか僕これ吸うの好きなんですよ、こうやって。たまに味わいすぎて、強く吸いすぎてってやっちゃうんですよ。でもやっぱね、お風呂で食べるアイスが僕はね、一番うまいと思うんだよね。こういうことするとまた真似る人出ちゃうかもしんないけど。さあ、コーンまでたどり着きました。いきますよ、コーン。うん、
これだよ。サクサクだよ。あ、香ばしい。サクサクのワッフルコーンは素晴らしい。あのさ、ちょっとさ、モナカっぽくてさ、くにゃーってなるソフトクリームあるでしょ。あれと違うんだよ。こういうとこが違うんだよ。分かってるね。コーン下の方がさらにサクサクしてる。ほんとうまうん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 はい。それでは、行きましょうか。Ladies and gentlemen! メインイベントを取り行います。正直、3位のアロイヨーグルトと、2位の金のワッフルコーン、両方めっちゃうまいんですけど、1位は抜けてます、ちょっと。ぶち抜けてるっていう。これに出会わなかったら、この動画作ろうって思わなかったかな。ってぐらい、ぶち抜けてます。久々にこれ作った人天才だなと思った。あなたです。商品開発部のあなた、そして味覚でチェックされた皆さん、あなたたち天才見てます。そう、僕たまたまなんか新発売って書いてあって、もしかしたらまだ全国で展開されてるか僕も分かんないんですけど、まあ、東京のセブンイレブンには結構売ってます。で、僕ね、たまたま近くのセブンイレブン行ったら、こう棚の横にこれかかってたんだよね。パサ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 って。で、むむっと思って、これは新発売って書いてあると思って買って、食べたら、ってなっちゃってもう、久々にコンビニの商品で、めちゃめちゃ感動するぐらい美味しかった。それでは行きましょう。ヒカキンが感動して、パーってなってしまった、セブンイレブンの商品第1位は、おいしさ丸ごとナチュラルポテト、うま塩味。これマジでうまい、マジうまいから。こちらね、それも結構安いんだよね。127円。ただね、入ってる量はね、あんま多くないんで、僕いつも開けると2袋食べちゃうんですよ。だからね、いつもこんな感じでこんな感じでね、あの人いつもなんか売ってる分全部買っとくようになってくらい一気にまとめて買ってるんですけど、ちなみに、はい、こちらドドン、これマヨネーズ味もあるんですよ。マヨネーズ味なんだけど、僕がとにかくもうね、大好きなのはうま塩の方なんですよ。そう、ちゃんと両方食べてます。なんかさ、うま塩って聞くとさ、シンプルでちょっとこう、なんだろう、薄味とかさっぱりしてるイメージするじゃないですか。ポテトチップスとかでね、こう考えても全然、多分ね、食べたことない人思ってる味と違うと思う。でね、これ食べると普通のポテトチップスと全然違うから、ちょっとね、ハマると思うんだよね。いきます。ポテチ、これほら、これね、こんな感じでね、ちょっと少ないんだよこれ。でも少ないから、なんかこう一瞬で一袋食べて、もう一袋っていきたくなっちゃうんですよねこれ。でね、なんつうんだろう、塩って書いてあるんだけど、ほんのりなんか甘いっていうか、あ、なんだっけな、なんか食べてる時にね、あれっぽい味だなって思ったんだよな、なんだっけ、忘れちゃったな。そう、こういうなんかほんとじゃがいもをザクザク切ったのを揚げたみたいな形なんだよね、ほら。だから結構ガリッガリッてザクッザクッて食べれる感じの食感なのね。これがね、超うまいの、マジで。この分厚さよ、この分厚さ、ほんとじゃがいもだよ。いただきます。うまい。
うまい、うまい、うまいんだよ。このじゃがいものうまみが口にぐわっと広がってきて、程よいね、これ何ついてんだろう、これなんかね、ただのしょっぱい味じゃないんだよね。これ何の味なんだろう、これ最高にうまいんだよ。お砂糖なのかしら、なんだろう、うめえしか言えねえあのね、定番の薄いよくあるポテトチップスっていうのはあれはあれでやっぱりね、王道で美味しいんですけど、僕はね、このザクザク食べるあのこの分厚さにしかない旨味もあると思うんですよね、すごい。なんかそうそうそう、思い出した、これ僕だけかもしれないですけど、たまにね、日によってはコンポタージュのお菓子あるじゃん、をちょっと連想するようなね、雰囲気もあるんでね、ちょっとだけなんかね、案外こういうちっちゃい破片の方が、あの粉がいっぱいついてて、なんかね、味が濃いんだよ。これは自信を持って言えるね、あの食べたことがない方で、あとね、この動画を見てて、またそんな大げさなと思った方、一度ね、ぜひヒカキンに騙されたと思って買ってみてくださいマジでうまいから。これはね、僕ね、もうこれのね、あのなんかキャラクターになりたいもんここら辺にヒカキンくんのなんか入れてほしいぐらい、もうね、もうこれ宣伝大使に任命されたいぐらい押せるごちそうさまでした。いやズボンでさ、ズボンでこのなんか塩、手についた塩拭いてたら、ズボンがスパイスと塩だらけになっちゃったいやうまい。でちなみになんですけど、あのマヨネーズ味はかなりマヨネーズ強い感じです。ほのかなマヨネーズ味ってよりかは、もうガーンってマヨネーズで、ちょっとこう酸味が効いてる感じ。うん、もしかしたら人によってはうま塩で物足りないって人はマヨネーズがいいっていう人もいるかもしんないけど、うま塩食べてみてください。ブーンブーン。はい、というわけで久々にね、コンビニ商品のあの商品紹介させていただいたんですが、まあ、正直今でも必ず1日1回コンビニ行って大量買いするタイプなんですよ。やっぱ編集中ってなんか食いながらやっちゃうんですよねなのでまあいろんなコンビニ行ったり、いろんなものとか新発売とか、まあすぐ食べるようにしてるんですけど、そんな中でも本当に毎日コンビニに行って毎日コンビニのなんかを食べてる僕が選び抜いたセブンイレブンのトップ3なんで、ぜひ、今回僕がおすすめした3品、機会があれば食べてみてください。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチ、その他私ヒカキン Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。登録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 